ビルヘルム・フォン・カウルバッハは、ドイツの画家。ヘッセン州のバート・アーロルゼンで生まれた。父親は、金細育士である。1821年に、デュッセルドルフ美術アカデミーに入学し、ベーター・フォン・コルネリウスに学んだ。1826年からミュンヘンに移り、ミュンヘンの美術学校で修行を続けた。1835年からイタリアに6年間、滞在し、 多くの人物画を描くようになった。1847年からミュンヘン美術学校の校長となり、ベルリン新博物館の大壁画を描いた。1850年代にはミュンヘンの美術館、ノイエ・ピナコテークの外壁に壁画を描いたが、これは残っていない。多くの王族や芸術家の肖像画を残し、文学作品に題材を取った絵画も残した。 1855年の夏に、ビトゲンシュタイン伯爵夫人から彼の壁画、粉俗の戦いの複製画を寄贈されたリストは、複製画を見て感銘を受け、これを公共詩として表現しようと思い立ったことが、作曲の動機となり、粉俗の戦いを完成させた。息子のヘルマン・フォン・カウルバッハも画家となった。いとこのフリードリヒ・カウルバッハも画家である。ありがとうございます。